先ほどの試合でも解説した通り、入った後のポジショニングの方が重要なんですよね。大事なのは評価だ。いや、評価がここで削れるかどうかも重要です。評価センター3人する、これ情報としては大きいですよ、うん、結局お足を越えてますし、トラップアイヤーありますから挟みに行く。完全に戦国ゲーミング優勢な立ち回り、うん、評価ゼロスト合計2キル、そしてペッパーもそこに加わる。さああとはディフェンダーサイドからの2人での取り返し。いや素晴らしいですね。ファーストからパーフェクト、最後は出ツ。いやアブソリュートジュピターなどが B の中に固めるシーンはありましたけれども、こういった手前での配置はあまり見たことがありません。さあゼリアリー、そして出ツと入っていく。いや火力差がある。出ツの2キルからのスタート。うーん、とはいえの火力差ですね。これは2ラウンド連続のパーフェクトラウンドになりそうです。あ、バレました。ラストはクルズ。スパイクを設置。誰とダウン。そしてセンターフォールトラインを受けます。前に出ていくのはゼロスト。うお、頭ダメージ、体力的にもう出ないですね。ラストはデリアリです。細かいところでしっかりとペッパー選手が、まあ、自身がフォーカスを悩んでますよ。いや、どうするんだ。最初からもうデトネーターリテイクを狙っていますけれども、どうでしょう。この状況を見るとやはり戦国ゲーミングの方が有利ですね。誰も削られてないですし、アビリティもそんな使ってないんですよね。ダークカバーで一度蓋をした。メインからの攻撃はさせないような形になりました、デトネーター。あー、なるほど。 A ショート2でさらに囲いに行きますね。戦国ゲーミング、これ上手ですね。戦国ここまで出ている。なるほど、戦国の狙いはここだ。 A ショート人数を割いていく。ただスカーフェイズ2キル取った。ゼロストのカバーが入った。これ2-2交換、3-3。取り返し、解除していたクルズをうまく標的にした。ゼロスト1-on-2。時間もないです。戦国ゲーミング残るはペッパー、時間を稼いだ、これで3本目速。戦国の時間の使い方が非常にプッシュというのは避けますかね。いやー、ただこれデトネーターも寄っています。スカーフェイズがある程度今ミッドまで取れていたので、これスカーフェイズのポジションを倒せないと戦国ゲーミングが辛いですけど、バレてますね。武器はスティンガー。これは下がりたい場所でもありますが、勝負しに行きました。ファイアレートの差が出ます。この武器差で一人削るのは大きいですけども、そうですね、逃げれないですね。デリアリーと評価の抜きでセンターをうまく取りました。ただ残りは40秒切っています。少し攻めあぐねているのが戦後ゲーミング。もう B の可能性よりは A の方が濃いだろうということで、 A を割と寄り目にはできているので、出津がいないのも大きいでしょう。フラッシュ要員がいません。残りは20秒。残り20秒でたどり着けるか。いやもうこれバイクセンターですよ。しかないけど、これ落としたらワンチャンスあるぞ。行くしかない。もう全力で入っていく。強化。ただこれで分かったんですけど、中はキルミ、ホールドラインは残っている。フラッシュはもう使っている。見えた。早めに潰したい。設置まではできます。おうまい。デリアリこれで3-3。早めに取り返してくる。デリアリ評価。いや体の使い方が本当にいい。デリアリラストはブロフェルド。持ってる武器はバッキー。最後はデリアリ合計3キル獲得。これ見てください、スパイクがねまだ置いてあるんですよ。珍しいですね、中に入ってもゆっくりスパイクを持っていく。だここがあれですよね、2の矢を刺したいってことなんです。これワンチャンスゼロスト食えるのか。いや、ゼロストは無理しません。うん、設置です。どうするんだここからゼロスト。あ、食われた。やれちゃいましたね。なんか失敗。これ4対5です。うん、そうですね。どうでしょう、戦国人数が少ない中、問題はシュッツのローリングサンダー。これだ、これは大きい。フルヒット。いや、スカーフェイズよく耐えた。2人を捉えている。耐えましたね。なぜ捉えた。50クラシック1-on-5。ラストはメインにいるシュッツでも分かっている、そしてキルジョイで拘束されている。何もできない。ナイフキル。いや、これ松ポジ分かってないですよ。スカーフェイズのポジションが割と重要です。抜いていくが少しこれは見えない。はい、設置。中にいたクルズ、まさかタレットの奥に松ポジにいたとは。逃げられないぞ。カバーに入っています。ブロフェルド
ゼロストとの1-1交換、ね、ワインに1人いるのは分かっているクルズ、カウンターも俺はハンターだ、逃げられないぞ、うん、刺さらない、当たらず、情報がないですね、解除、ハーフまでいけるか、ハーフまではいった、フロヘルド、ラスト 1-4、位置をちゃんと断定して1箇所1箇所を数人でこう打って、こうある意味のヒーローズバイ、ファーストキル、ブロヘルド、あ、しかもテールウィンド温存した、大きいですね、温存できるのは大きいですね、結構ジェットにとってはテールウィンドを使うか使う、まあ温存できるかっていうところは相手にも情報はいくわけですよ、相手が、まあ、あのテールウィンド使ったって情報が相手にいけば、それだけ相手はジェットのところを強気に攻めれるチャンスになりますけど、残しているとなるとこれは B いけないでしょう、評価一瞬見えました、いやこれは純粋に、うん、評価選手不利ですね、これ今出ツ B 側のオーブ取りましたかね、結構オーブ中心に戦っているようなイメージがあります、そうですね、だからブリッジのアルティメットは強いですから、あ、ペッパーここでテールウィンド入ってしまいましたね、これでエントリーに必要な材料が1個減りました、こうなってしまうとだいぶ攻めにくくなりますね、少し抜かれます、ペッパーだけ買っているファントム、鬼ファントム1人目、エリアリのカバーもあった、これで 2-2 交換、これは美味しいですよ、3人目、いやこれは結果的にかなり美味しいエコラウンドですよ、これスパイクを設置、ちょっと苦しくなったブロヘルド、欲しいのはオペレーターよりはバンダルかファントム、このシーンだとアサルトライフルが少し欲しいところ、しかし少し見えたか、見えてないよグレードストーム、おいや見えなかった、お互いのジェット同士の読み合いが深いですね、ここからクラッチプレーなるか、1人目、いやー少し見えたが、うん、出ツ、そこは許しません、いいフラッシュが入った、スリフティー、いやー取れますかこのラウンド、に出花をくじきました、これで1人ね、マーケットを補足できたのは大きい、うん、しかも中に引きこもる形になってしまったので、戦国ゲーミングちょっと難しいぞこれ、逆にデトネーターキルミーのローリングサンダーが入るか、ただ早めにゼロサー潰しに行く、出ツも潰しに行く、出ツ続ける、スリーキル、これでローリングサンダー打っても仕方がありません、うん、打ちにくくなりましたね、温存するか判断迷うタイミングです、最後は評価下がっていました、戦国ゲーミング、ただこうサイドの中でゼロソー打ち合い勝った、2人目はフィフティのカバー、しかしシュッツもそこをカバーしています、これでシュッツキル取ってオーブ回収、上がってる上がってるよ、あさっき、あそっか、アルティメット使った後3キル取ってラウンド取って、設置までいってるからかな、で今キル取ってオーブ取って高回転ブリーチローリングサンダー7だよチャージ、キルミーが抑える、いや2ラウンド連続でローリングサンダー飛んで、そしてさすがにしかも温存できる形まで作れましたね、ワンオンスリー、バイクを設置、うん、これは苦しいですね、デトネーターアフターショック、セントリーを設置、壊しに来る、潰しに来る、しかしこれ以上前に出ない、おお流れるような、ここは3人デトネーター早いです、ペッパーは中の方に入ります、スカフェーズも早めに寄ってきます、エコラウンドのデトネーター、先ほどはエコラウンドでいいラウンドになりました、このラウンドはどうでしょう、第10ラウンド設置、いやこのロックダウンをうまく使えれば、ヒルジュのロックダウンはワイン側には、しっかり、エリアの外を形成されておりますので、おゼロスト、外からゼロスト、ヒルジュイ1人拘束されています、誰だ、あ強引にゼロスト倒す動きしましたね、誰か盆踊りしてます、どこだろう、さあそして中の方に入れるか、おスモークかけながらフィフティが評価を倒している、右クリック、ペッパー中の方に入っている、これ無理やりローリングサンダー打ちました、ここで打ちました、エコラウンドですけれども、しっかりラウンドを取りたいという戦国ゲーミング、出ツがキルを取っていく、続きるまた高回転くるぞ、最後はメリアリー、これまた出ツ次のラウンド取れれば残り3ラウンドを妨げたというところではラッシュの警戒にはなったかもしれません、はい、ワインは取れています、デトネーターは A 側は前目、
まあ、となると右側を厚くすることができます。ゼロスト強気、そのまま行く。パレットはかわしますが、ナノスワームぶっ飛べ。これはカウンターのローリングさんだ。いや、しかもキルジュールのナノスワームがかなり今痛いので、ここだ。ダメージも、ね、上がりましたから、はい、3対4です。どうでしょう、戦国ゲーミングは面白い位置に評価があります。いやー、これ危ないですね。あ、1人目、あ、スルースルー評価。カメラは1人目、2人目、あー、うん、あと1人。カメラないストライナイストライ急すぎましたね。これで 1v2、 あと30秒。どうでしょう、早めに1人潰してから設置まで行きたい。あ、ただスモークが来てるのによりますね。いやー、しかし今評価選手が2キル取れたことによってかなりチャンスを得ましたね。ここでバンダルに変えるの、ラウンド今までファントムでしたよ。ありますよ、うーん、ワンチャンスあるからかな。1人目、うわ、ブリンク、これワンチャンス取れた、ある意味のワンウェイ。うわー、ペッパー強い。ゼロスのブロックが入ります。ワイヤーもありました、切りました。まあ、ここからの取り返し、問題は出津のフラッシュ、あとはペッパーの武器はショーティーということで、まあ、ブリンク一つないとまずは近くに寄れません。いや、オルドロンも使い終わって、これリテイクですけど、まずは壊したいですね。ちょっとペッパーリテイクするにしては難しい武器ですね。しかもタレット置いてあるんですね、うん、あ、バラボイド、あ、強い。これはペッパーにとっては美味しい、ペッパーの餌食です。一番美味しい展開です。右に見えた、中に入ってくる、一気に全国ゲーミングが中に流れ込んでいった。大事なタイミングのリーコンボルト全部映りました、あの一瞬ですね。ベリアリーですね。いや、でもパラノイアの判断、あと飛び込む判断は間違っていなかったんですけども、そうですね、削れること削られることなくラウンド取れてしまうという。ここで待っています。うわ、マジか、それジャッジ、お、止めた、ベリアリージャッジ、ペンパンを構えてくる。ここはジャッジの餌食にはならず、ヒルミーが中に入りました。クルーズはナノスワームを奥に投げ込みますが、引っかかってはいません。3対3の人数状況、フラッシュは2個、まずは下にアフターショック、これでクリアしました。攻撃対策、そうですね、視界を塞ぐ。まあ、一番怖いのはこのガレージ付近ですよね。そうですね、ただ、そこを最初に倒すことさえできればいいんですけど、かなり遠く明けが怖いか、出津が相当気にしている。ペッパーがね、ずっと置いてるんですよ、上から。フラッシュ入れた、前は出津に託した。そうですね、ペッパーがまだ置いてた。出津が2人を相手にする、しかしここはスカーフェイズを抑えた。時間はないぞ、どうなる、キャプテンペッパー後ろからゼロストと合わせた。時間は、時間はギリギリ間に合った。うおー、エリフと50シールド、うん、ラストラウンド、命のラウンドをデトネーター。出津のファーストキルからスタート、勝負しに行った。そしてキャットからも挟んでくる、スカーフェイズを抑えるが、出津が2キル目、乱暴な攻めだな。スカーフェイズも抑えてゼロストのキルも入る。2対3の人数状況、デトネーター苦しい状況ですが、なんとか人数は削っています。うーん、デトネーターとしてはちょっとセットアップできていない状態で1人やられてしまった、でそれを強引にカバーしに行く、でカバーしに行ったところやられるっていう、結局人数不利な状態をずっと続けてしまったがために残り2人になってしまったの、これちょっとやや乱暴にも覚えますね。命のラウンド、キャット詰めでもゼロソのワイヤーがあります。あと30秒、これはゼロソのワードに引っかかった。うん、プロとしての底力の、おお、ゼロソ強い、大事なところ、しかしフィフティも1人削りました。残り15秒、フィフティがどこまでやれるか、時間はありません。設置を考えると残りは8秒あたり、あと無理やり設置、フェイクだ。いや、最後は評価です。